島島声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら沢子ちゃん、ひな人形の飾り付け終わったかな。はい、バッチリです。どうですかこれ。おお、立派なもんじゃないの。これならさ、お客さんも喜んでくれるよ。でもひし文字が足りないんですよ。私ちょっと買ってきますね。うん、ありがとうね。よろしくね、さこちゃん。すぐ戻りますから、はいはい、朝は開店準備しておいてください。はい、了解。しかしこのひな人形な、見覚えないんだけど、これ誰のもんなんだろうな、これな。三尾屋、三尾屋。ん？なんか声がしたような気がするな。ここじゃ、わらわはここにおるぞえ。えあれ？なに？なんか、え？このあたりから声がしたけど、誰もいない。よね？おるぞえ、おるぞえ、わらわはここにおるぞえ。はぁ、人形が喋った。やっと気づいたかえ、みつお。あくりおたりさん、あくりおたりさん、あくり、誰があくりおじゃ。わらわはこのひな人形に宿った神様だぞえ。神？そう、3月3日は女の子のためのひな祭りだから、今日はさわこの恨みを晴らすため、この人形にわらわが憑依したのじゃ。ちょっと神様、何言ってんの。え、さわこちゃんの恨みって、ちょっと、何ですか。お主、いつもさわこにいやらしいことを言って困らせているの。いや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 、そんなことは神様よ。ダメよ。もしまたさわこを困らせたら、お主の魂をこのお便り様の中に閉じ込めてやるからの。覚悟するでおじゃ。あ、わかりました。これからじゃあ、さわこちゃんに変なこと言えません。その言葉忘れるでないぞ。これからもずっとお前を見ているからの。はい、ただいま。ひしもち買ってきましたよ。あれ、マスター、なんで小刻みに震えてるんですか。さわこちゃん、俺今日から心入れ替えるからね。はぁ、何のことですか。いや、なんでもない、なんでもない。それじゃ、それじゃあ回転しようか、ね。はい。みつおと、さわこの、ミルクとお砂糖は、いらっしゃいませ、カフェドボイスマスターの岩田光雄です。皆さんいらっしゃいませ、カフェドボイスウェイトレスの畑沢子です。はい、というわけで今回もスタートいたしました。まあ、あのね、今日がドンピシャ、3月3日ひな祭りということでね、はい、まあこういうネタのことをやらせていただいたんですけど、はいはいはい、怖いですね。怖かったですか。何があったんですか。大体ね、やっぱね、ひな人形とかって怖いんですよ。はい、あ、まあ、確かにこう、なんと言いますか、こう、すべてを見通しているような。でしょ、ね、で無機質な感じが非常に怖い。あとね、うちのね、祖父母の家にもね、はい、すっごい昔からある多分ひな人形が、はいはいはい、ずっとほこりかぶってね。わー、ほこりかぶってるんですか。怖い。それがね、多分当時の人はすごく可愛いと思ってたんだけど、はい、やっぱね、100年ぐらい経つと怖いですね。怖えなーとか思ってね。ねえ、そうですか、畑ではどうだったんですか。ひな人形やっぱり飾ったりしてたんですか。飾ってましたよ。私が、ほんと小学生くらいまでは、うん、でもうちは何段もあるものじゃなくて、うん、本当にお姫様とお代理様だけの。結構多いよね。そうなんです、うん、一段ので、いつもピアノの上に飾ってありました。うん、あ、やっぱりそういうパターンでね、うちも全く一緒。はい、まあ姉がいるんでね、5歳上の姉がいるんで、うちもピアノの上に、その、なんかピアノの上なんですよね。そうそうそう。2体のね。お代理様とお姫様のやつだけこれポンって置いてあって、で、どうしようもなく適当にひし餅がこう飾ってあって、そうそうそう。あ、意外と適当だったなっていうのがね。そうです。だから、友達の家とかに行って、こう何段もあるお姫様見ると、やっぱ羨ましいなと思いました。まあ、子供心に。あのね、うちの姉が嫁いだね。まあ、うちの姉は農家に嫁いだんだけれども、そこはね、もうすごいやっぱり立派なひな人形ね。7段とか、もう土地があるから。家も広いから、はい、でやっぱり昔からだから、そういうのしっかりやるのね。はい、はいはいはい、
そうそう、いいですね。でなぜか姉貴と遊び行った時に、はい、まあ、娘ができたってことで飾ってあるんだけれども、はい、もう一つその立派の隣になんかね、ちっちゃいね、それこそさっき言ったお代理さんとおひな様だけのやつがポコッと飾ったのね。はいはい、二、はいはい、つあるってことですか。そうそうそう、姉貴これ何って言ったら、はい、こんな立派なのこれ何って言ったら、はい、これね、身代わりビナっていうの。え、どういうことですか。何それ、どういうこと。これは、はい、あのね、お姑さんが、はい、あのね、お嫁さんにいつもいじめてごめんねっていう意味で、その奥習慣があるって聞いて、全く君と同じ反応したの。だっていうことはイコールいじめる習慣があるってことですもんね。そうそう、そういうものですから。そういうものですからね、お姑完結はそういうものですから。もう小離れしてほしい早く。怖い怖い。すげえなーと思ってさ。すごいよね。でもうちの兄貴もさすがにもう慣れたもんね。ああそうそう、そんなもんなんだよみたいな。円満にね、まあまあ円満にはね、まあ円満、ちょっとあるんだろうけどね。そこはスルッと言ってきましょうね。まあいろんな風習があると、まあね、そういう歴史もしっかり知っとくのもいいことではないかなというわけでございますね。まあひな祭りはね、もともと女子のためのお祭りではなくって、邪気が入りやすい季節に汚れを払うための儀式だったそうなんです。そうなんですね。ね、びっくりしました。なんかさ、どこのあれかな、神社のすごい長い階段のそこにすべてその村の人たちを集めて、おひな様をね、それこそ120何段飾りみたいなことをこうやる、毎年ニュースになってたりするんだけどね。階段に飾るんですか。そう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 、すごい圧巻でしょうね。それはね、ちょっとすごい素敵だったかな。雨降ったら最悪って感じですけどね。それは最悪、泥漏れだね。もっと豪雨だったら流されちゃう。バタ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 。ちょっと面白い。ちょっと面白いけどね。でも絶対言えないよね。そんなこと絶対言えないけどね。不謹慎ですからね。そうですね、本当に、うん。そんなこともありますよ。ね、今年もね、ちゃんとたまにはね、やっぱ大人になるとやらなくなるんだ、ひな祭りって。だよね。今年はちょっとやろうかなって思いました。やってみてください。はい、ね、さあ、それではそろそろ参りますか。はい。今日はゲストさんも来てるんでね。お。はい。とんでもない、ちょっとやつにはひなに祭りとかね、ちょっと聞いてみたいなと思いますね。お聞きしたいことがたくさんありますね。そうですね。さあ、それでは始めましょう。みつおとさわこのミルクとお砂糖は本日も開店します。いい、みつおとさわこのミルクとお砂糖は、はい、ありがとうございました。皆さんお元気でしょうか、ね、さあ、それではですね、早速でございますけれども、はい、ね、今日のですね、はいはい、めんどくせえな、本日のお客様、もらった本音がお迎えいたしましょう。はい、澤さんです。ちょっとちょっと言ってくださいよ。めんどくせえとかちゃ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 って、何その紹介の仕方。先輩しっかりやれよ後輩。あ、もうです。かけた先輩申し訳ないです。ほんとさ、頼むぞ。申し訳ないです。はい、あの先輩、もうちょっとヒゲ持ってください、お願いします。わかりました。でも悪いけど、はい、岩田よりカネダの方が上って感じじゃないですか。むざつくー。でもそんなに昔だよ、岩田って。まあそうですね、コロ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 転がってるやつでしょ。ほんとにね、同じ他同士だけどね。そうですよ、悔しいわ。名前で悪いですけど勝ってますよ。俺も残念ながらね、まだまだ山田の方がいいかなと思うわけですよ。岩田なんだよ、なんだよ、なんかね、このネタムカつくだろうけど、金田智子に言われてもっとムカつくね。みんなどうだ、岩とさ、じゃあさ、聞くよ、岩とお金がありました、どっち取る。お金だよね。だから私の方が上なんですよ。名前はね、こいつに頭からムカつく。そうなんですよ。ムカつくさっきさ、ね、岩と田んぼが金田と岩田でさ、とか続いてるからもう混じっちゃうとか全然違うから。違うからね。そこ拾ったのかお前。それが頼むから
から、ね、来週のネタだから今言うなよお前ネタ殺しやんけよ。まあでもいい、大丈夫やっていける。ちょっとね、沢子ちゃんごめんね、はい、あの、はい、こいつのプロフィールちょっと紹介してもらいますか、ね、はい、それでは、金田智子さんのプロフィールをご紹介させていただきます、はいはい、金田さんは1973年5月29日まで、はい、神奈川県横浜市出身、はい、お前横浜なんだ、はい、そうです41歳横浜です何だ41歳横浜ですちょっと、ちょっと黙っててね、もうちょっと発表するからね、もうちょっと黙ってた、はい、言わしやるから愛称は、と、う、も、ん、ちゃん、金友とも先生、うん、代表作はアズマンガ大王の三浜千代役、うん、おしりかじり虫のおしりかじり虫18世役、2013年には俳優森渡さんとご結婚され、現在は声優として活動の他にもテレビのバラエティ活動、バラエティ番組で活躍されています。真剣だな。だからお前がやっぱさ結婚、いやマジで俺は嬉しかったんだよお前が、聞いて、うん、私、うん、なんか世の中に、はい、世の中に、はい、なんかわーって悩んでる人たちに勇気を与えたらしいんだよ私。そう勇気与えたと思うよ。あいつ結婚できたら、うん、相手の場合だから私結婚できたら、うん、みたいな。今でも覚えてるけど、はい、桜井貴博がいるじゃん、うん、いる。貴博がさ、うん、金友今度結婚するんだよって言った瞬間の、うん、あの驚きの顔マジで驚いてる顔見た時に、面白くてさ、サムライさんが驚くって珍しいですよね。すごい見たかった。マジですかみたいな。結構いつも冷静沈着ってイメージがあるから、あいつを動揺させるほどのお前は武器を持ってたわけですよ。いやすごい。だって私、はい、結婚できない三大声優みたいな中に入ってて金田智子、あと松木美優、松木美優ちゃん、あと誰だっけかな、うん、ギブちゃんとかそのあたりかな。そうだよ。でもミニミちゃんだけ残ってたなんで怒ってて言うの。松木なんとかしねえとだよな本当。松木でも、ね、この間美優ちゃんに、うん、あのなんか相談されたから、うん、伝授してきたから。え、結婚する方法ですか。そう。え、教えてください。説得力。え、だからまだ大丈夫、全然できるって。したいとかじゃなくて単純に興味がある。あ、でもあれですよ、あのなんだっけ、あれですよ、あれ、あの言うのはだから、あのあまりこうあの数打って当たるっつったんですよ。ちょっと待って、お前数打ったよ。違う、だからもうこう寄り好みしないで、とりあえず積極的に行けって言ったんですよ。みゆちゃんは あのあれでしょ、あの割と行かないから、こう、あ、もうだからなんかさ、こうこれも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 っていろいろ、もうだからそのうちに奇跡が起こることあるじゃないですか。でも何もやらなければ起こらないから、まあ、確かにそうだね。だからそれを教えてあげたんです。なるほど。え、クレムさんは自分から結構行かれたんですか。いや、私行かない。私は悪いけど、あの本当に、あ、なんだろう、あ、その付き合ったことね、多分ね、そんなお前からまさかの数打ち当たるって。数打ち当たるって言うのちょっと語弊があるけど、もしかしたらない、ね、森くんは 一発目に集めるってちょっと当たっちゃった感じだったのか。私だって言ってないもん。私は言ってないから。だからみゆちゃんは割となんか家にいるのが好きとか言うから、だからそういうのじゃなくて、とにかくこう行けば奇跡っていうか起こるよっていう話をしたのよ。なるほど。人類いっぱいいんだからっつって。うちのなんやろな、番組のディレクターにも元気を与えてくれたかもしれない。本当。うちの音響ディレクターもね、はい、本当に奇跡。ありえるんでしょ本当に。だからあのなんか奇跡っていうか、あのとにかくそういういっぱい世の中にいっぱい人がいるから大丈夫です。上木さんもさ、ちょっと数打っていこう。そうそう、バンバンマシンガンのように打っていこう。打ってんだ。数打ってるの。打ってんのか。頑張れ。でもまだじゃあ足りないんでしょきっと。足りないよ。うちのちょっと金田先生のちょっとちゃんと言うこと聞かないと足りてないまだ。とにかく足りてない。ダメだったらまた次々って行かないと。そう。別に自分から行かなくても。なんか後悔してる場合はなんかそんな暇ないからね。いいです。前のめりに行こう。はい。ね、どんどん言ってください。説得力ねえな、はい、本当にな。しかしお前ももう41か。そうなんですよ、私もう41歳なんですよ。え、俺と最初に出会ったのっていつ頃。その時は26、7とかです。あれ、お願いティーチャー、今日バディジー。
ショパイチって何だろう。今何語何語え、今カレーダ語。もう一度言ってくれ。そうか、あれ以来か。ショパイチ。じゃあ同じこと言えないっつうの。お前ちょっと待って、言葉が一期一会すぎるよお前。もうちょっと違うよお前。え、たまに口がね、勝手に喋るんでしょ。何怖い。お前もう誰がいるんだお前の。最後には誰がいるんだいつもよ。同じ言うつもりのない言葉とかを急に話しながら。お前シャーマンかよ。いや、なんか読むの神奈川県って呼びたいなと思ってんのに、うん、広島県とか言うじゃん。全然関係ない。びっくりする。説得力のねシャーマンだな俺。そうだね、本当に。本当にこの間もだから全然違うこと言い出してびっくりして、自分にびっくり。ほら、自分に自分にびっくりすることあるでしょ結構。自分に自分にじゃなくて、自分で自分にだ。じゃあね、ちゃんとしよう、ちゃんとしよう。お前さ、あのバラエティ最近いっぱい出てるけど、なあの軸足は声優だからな。お前の軸足声優だから。いやでも本当に声優がみんなあんなんだと思えたら困るって、すごいあっちこっちの現場で言われたから。だから私大丈夫大丈夫って言って、声優はみんなちゃんとしてるんです、滑舌もいいし、私が単に悪いだけなんですよって言ってんだけど、うん、なんかねもう説得力がないとか言ってね、すごいね言われたり。いやいやいや、お前のこのなんやろな、あれはザ声優としてはもう十分なもの持ってます。だって声もだって特徴的ですし。でしょ、声だけだ。声だけじゃねえよ、大丈夫。お前の一番もう相当個性的だから大丈夫だよ。大丈夫。もうこの現場いい現場だね。いや俺は別にあのお前を持ち上げるつもりもないし、お前を馬鹿にするつもり、ありのままのお前に対して俺は言ってる。歌うな、今歌う必要はねえよ。俺の目を見て普通に話してくれるタイミングだ今のは。本当に、はい、でもよかったです。本当にすごいんですよ。でもね、確かにね、やっぱこの声はもう本当に我々の業界で武器ね。あと小桜悦子ちゃんとかね。悦子ちゃんとか言っちゃったら心配なんです。まあ悦ちゃんね、悦ちゃんね。あとは釘宮ちゃんとかね、はい、うん、やっぱりね個性のある声の人はね、やっぱり重宝がられるかな。いや私はその個性がない声なので、やっぱそんなことないんだよ。いやいやいや、いやいやオープニング上手だったよ。すぐ俺ぞえ。ほんとほんと頑張ってた。いや俺も確かにいいなと思ったもん、本当にね。あのね、こいつの前でね個性っていうのは確かにはばかれる。そうですよ、俺だってかすむからね。何はばくって何。はばかれる。はばくって何だろう。ちょっとお前さ、お前結構高学歴だよな。え、違う、頼むよお前、高学歴だよ。どんどんもう忘れてってる。わかる、それは俺もわかる。わかる、わかる、それはわかる。あれじゃ一番嫌いな科目、うん、国語ですよ。ちょっと待って、お前さ、俺たちの仕事って読解力が必要だよな。だからもうね、子供向け、そう、子供向けの、うん、あの作品は、うん、ほら子供にも分かるような物語になってるからすごい好き。それは読解ができるから、ちゃんと表現できる。読解力本当なんですよ。だからあのこれそれとかどれ指してるかとか、うん、そういうの全然分かんない。それは普通に考えれば、うん、ちょっと冷静に、うん、ちょっと掘り下げれば分かるで。分かんない、あとね、なんとなくね覚えていく言葉がいっぱいあるから。あ、でもそれはちょっと分かる。ハギクとハグキとか。え、ちょっともう一度言ってくれる。ハギクとハグキ。ハギクとハグキとか、そういうなんか微妙に。ハギクって言葉をよく知ってるのか。いやいや、ハギクとハグキ、ハギクとハグキ。ハギクって、ハギクって覚えてたってことですか。ハギクとハグキ。あ、いや、だ、何回も言うの言わせないって。ちボロが出ないうちでやめとくべきだった今だ。二つ前はちゃんと言えてたわ。お前二つ前はちゃんとハギクって言えてた。だからそういうね、なんかどっちか迷う言葉じゃん。雰囲気とか、雰囲気とか、雰囲気とか、雰囲気と、雰囲気とね、雰囲気とか。あとは何や、あれもそうだな、あのエンターテイメントとエンターテイメント。エンターテイメントって言えない、私。だからあれうちはアクロスエンターテイメントじゃないの。テイメント、テイテイメント、テインなんだ。はい、でも言えないの。エンターテインメント。オーディションの時に必ずなんか一番テイクが出るっていう、うん、テインメント、テインメントって言ったじゃん。テインメント、アクロスエンターテインメントって言うのかな。テインメントなのか、テインメントかがよく分かんなくなって。頼むからしっかりしようぜお前、ね、お前もそろそろさ、うん、な年齢的にもな、あのなんやもう中堅クラスに来てんだから。声優業界で8個じゃ、そっちの中堅じゃねえよ。中堅くらい字が違うよ。もうでもいいかよ。いやいや、でも本当にそういう意味では、
っとしっかりしなきゃ。もう貫禄が欲しい。だから貫禄の出し方を聞きたい。なんかお着物とか着て現場に行けばいいんじゃないですか。そしたらもっとねキャラ立っちゃってギャグになるぜこいつ。あとね多分ねトイレ行くとき濡れちゃうそれはダメだ。現実的な問題としてな。オーバーオールだって来たら多分 90% ぐらいの割合で汚しちゃうよな。汚しちゃうな。わかるわ。わかる。吸わせる。吸わせる。水をもう吸わせていいのかと思っちゃった。ちょっとはいはい。ちょっと女性陣それ以上突っ込まれるとちょっと俺の対応が困るからそのネタそのくらいまでにしといてもらえるかな。頼むからね。さあというわけでね、金友、あのな、一応うちな、一応喫茶店っていう手を取ってるんだな、はい、おすすめの一品をお前のために用意したんです、はい、それはね今回こちらでございます。あ、何これ。じゃがほっこり。はい、こちらじゃがほっこりはですね、国産のじゃがいもを素材の うまさそのままに仕上げた厚切りのポテトチップスでございます。一枚一枚の厚みなどで作り方にこだわっており、じゃがいもの素材な、素朴な味わいとしっかりとした歯ごたえ楽しめます。味付けに使われている、九州、五島などの天然塩のまろやかさが、素材の味を引き立てておりますと。なんと本日のゲスト金田智子、大好物がポテトチップということでこちらのメニューご用意いたしました。ポテトチップというかでんぷんがすごい好きなんでしょ。そうですか、はい、まあどうぞ食べてください、ね、いいですか。いただきます。ほら金友もこう見えても大人だで、俺のナレーション待ってたからな。さわこちゃん、ほらいいリアクションだ。さわこちゃん今反省のしどころですよ。金友こう見えて待ってました。あなたもう食べてましたからね。おいしい。ね、うまい。うまっ。すごい。え、なにこれ。え、じゃがほっこり。じゃがほっこり。それお前言ってんじゃがポックルじゃないかな。あ、そっか。ポックルを薄くした感じで。ちょっと待って、うん、それ大丈夫。これパクリ。パクリ？パクリかもしれないな。携帯が違いますか。まあまあ、うん、携帯があれはこうなんか棒状で、これはこう切られて、でも味は非常に。あ、じゃがいもっていうのはだいたい塩の味をしたらこんな感じになるんですか。まあ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 。このなんだろうな、もう。喉に詰まる感じがすごいすぎる。お芋が詰まる感じすごいすぎる。確かにうまいよな。なんかこう詰まってんのを一生懸命こう飲み込むっていうのがすごい好きなの。お前どっちあのお前性癖 M？ うん違う。早いわ。リップクリームを上から塗りますか下から塗りますか。リップクリームは塗らない。違う、私本当にリップクリームって好きじゃないのよ。グロスとか、うん、だから本当にチキンを食べた時にグロスを塗ったようになってたの私。だからもうねチキンをねずっと塗ってたよ。本当にそのぐらい。あのさ、動物性油脂はやめようぜ。なんで美味しいよ。チキンは美味しいよ。美味しいでしょ。チキンは美味しいけど女性のたしなみとしてよ。でも舐めた時に、うん、聞いてねえだろ。舐めた時になんか舐めちゃうじゃんどうしても。あ、まあ、その時にお醤油やん、はい、なんか。だってあれグロスってだって見た目のために塗るんでしょ。あ、でも味がついてるやつもありますよ。あ、でもねやっぱりそうだけど、やっぱりね本当のチョコレートには負けちゃうんだよ、ね、まあ、当たり前だよ。用途が違うんだからよ。あ、でもさ、あ、チョコレートつけて塗ればいいんですよ。だってあれオイルね、カカオバター、カカオオイルね、カカオバターですけどね。あ、え、本当に入ってるんで。入ってるの、うん、あるある。あ、じゃああれか、あれケーキの時名前書くやつをつければいいってこと。でもさ、タラコ唇塗らない。私大丈夫。違います、これ。こいつどうする？心理テストだったんですよ。でも上から塗るか下から塗るか。じゃあ塗るとしたらどうする？塗るとしたら。両方いっぺんに塗んだけど。もうどうしよう。お前、日本一よ、どうせ。日本一よ。そうじゃない。そうじゃない。塗るのは、だって口を閉じて、もう待って、一回塗ってってこと。え、そうでしょ？ままならないね。え、これどういう心理テストだったの？やったじゃないですか。下から塗ると M で、上から塗ると S で。うんっていう心理テストを以前やるってことは、もう超越してるってことです。もう M も S も包括してるって。だって一辺に塗るって。お口が小さいですからね。まあね。もっけ、もっけ、もっけ。伝わりづらいな、これ。読んで逃げるな。そういうふうにします。なるほど、なるほど。昔からお口チャックとかよく言われる。ちょっともう、すいません。はいはいはい。先進めていいですか。先進め。もう進めさせてもらいますけどね。さあ、というわけで、こんな、金田さんでございますけれども。ね、現在数々
数々のバラエティ番組にもう大活躍中でございます。さあというわけでね、ここからテレビタレントとしての活動についていろいろと伺っていきたいと思いますが、これね、このネタは俺も好きなんですよ。どれのネタ？これ受かってたら面白いことになってたかなと思ったのが2010年、な、2010年なんとめちゃめちゃイケてるの新メンバーオーディションに参加、ね、金戸のもの名前がです、ね、一気に全国に広まりました、話題になりましたよね。もううちらの業界の中でお金戸もがよみたいな。いや私も、あんななんかあのあれやと思わなかったの、テレビでやると思わなかったの、え、でも捉えてたろあれ、捉えてた、まあ、どうして受けることになったんですか。受けてたんだ。あのマネージャーさん、今のマネージャーさん、ちょっと待って今のマネージャー、今のマネージャーさんが前から知り合いで、前からちょっとこうあのそういう結構いろいろやった方がいいよっていうふうに言われてて、で受けてみたらとか言って言われて、でもスケジュールかとか言ったら、あのその日空いてたから受けに行ったの。だから名古屋かなんかに私受けに行ったんだよ。あ、そうなんですか。どんだけのうちのマネージャーに先見の目があったなってことですよ。そうでもないって。そうでもない。ばっかり。もうどうすんだこれ。俺もお前同じ事務所なんだからよ。このな罰の悪さどうすればいいんだバカ野郎。でもちなみに、マネージャーさんも大田って言ったから、でもやっぱ私のが勝ってるね、太いだからごめんね、あの今ね話ちょっと飛んでびっくりしてると思うんだけどね、あのリスナーさん今ごめんね、あの一番最初の頃に話した金田岩田っていう名前のね名字のことでのくだらない争いで、まあうちのマネージャーも大田の田なんで、そうなんで説明しなくちゃいけないこんなこと、なんで俺がお前こんな、でもなんか、なんか、昔から、まあ、全部前から知ってるんだけど、なんかこう、なんかあのね、ドアを間違ったり、結構ドアとか間違える方なんですよ、スタジオとか。なんだよ。それは隣のスタジオに入っちゃうとか。あの、ね、全然関係ない、あの、その、なんていうの、自分たちがナレーションとかやるところと反対の方に行っちゃったり。はいはいはい。結構そういうことが多かったり、あと、ボーリングに行った時に、隣のレーンを投げたり、隣のレーンを投げたり。めちゃくちゃだよ、おい！すごいです。あとさ、そっちの中華屋さんに行った時に、あの、その、相席になったんですよ、そしたら相席になって、でも私仲介さんでもう物を回すっていうイメージが強いから、そうなの、だからお前が言ってるのはね、いわゆる仲介さんというよりも中国料理屋さん、そう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 、まあね、それで、回すから、なんかあのそれ醤油取ってって言われた時に、あのその回すどうせなら回して渡しましょうよって言って回したら隣の人の料理が手前に来て、隣のそのおじいちゃんおばあちゃんが食べようとしてたやつが急に動いたからびっくりしたっていう、そういうエピソードとかがいっぱいあって、それを結構見てたりとかしてるから、なんかいろいろちょっとやった方がいいよってすごい言われて、そうなの、まあ、今すごい長い説明があって、よく取り手もない分かりのない説明ですけれども、簡単に言うと、その時あのマネージャーさんが君のパーソナルの面白さをちゃんと理解して、早めにそういうことをやった方がいいよっていうのをね、いろいろやればって言われていたの。それでたまたまそういうのがあったから、でもいい経験にもなるから、あったら受けてみたらみたいな感じで、俺の説明なんて分かってくれたかな、誰が分かったの、おうお前の何だろうな、パーソナルを褒めてたんだけどないいでしょう、大丈夫ですよ、全然大丈夫よ、そういうことです、そう、はい、まあ、そういうものがベースにあって、じゃあちょっとそういうタレント活動もしてみようかなと、なんか、ラジオとか喋るのがとにかく好きなんですよ私。ああそうな、であんまりこう、まあそれ台本決められたやつもあのこうなんかね、嫌いじゃないんだけど、得意ではないわけ。声優などにね。そうなのよ。そうなのよ。お前は本当にじゃあさ、堅苦しいとこにいたな。だって声優って、アニメなんてもう決められた尺の中でよ、絶対パッと合わせなくちゃいけない中でやんなくちゃいけないからな。お前大変だったな。地獄のような体験だよな。唯一私は人間役じゃない役が多いので、割とその中でも
宇宙人だったりとかね、そうなの、割とは、うん、割との自由にやらせていただく役が多かったので、そうそう、はいはい、あれだったんですけど、うん、いわゆる口パクがないような役が多かったからね、そうそう、アドリブが結構、アドリブでっていうのが結構多かったので、うん、だからそういう意味では、まあ、声優もすごい楽しくはやらせていただいてはいるんですけど、そういうところでお前の需要があってな、よかった本当に、ね、まあ、お前も確かにやってるかもしれないけど、うん、萌えアニメの萌えキャラをずっとやらされてたら、うん、お前多分どっかで破綻をきたしてたかもしれない吐いちゃうかもしれない私の人にいやって、なんかそれは想像がつく、うん、お前が吐く瞬間は想像がつく、やってもうダメです、必ずこの役はやらせてくださいっていう、その瞬間は分かるんだ、そうですね、そういう意味では、うん、だから、まあ、割とこう、まあ、この声だったのでそういう役が多かったからすごい楽しくはやらせていただいてはいるんだけど、でもまあそういうきっかけがなるほど、ね、はい、でもどうなんですか、数々のねお笑い芸人さんとかね、うん、タレントさんとも共演されてきたね、うん、金友ですけれども、うんうん、共演できて一番嬉しかったのはどなたですか、共演できて一番、スマップの中井さんですか、中井さんもすごい、いや中井さんもすごい好きだけど、うん、ね、あのね、嬉しかったというか、うん、嬉しかったんだけど、うん、嬉しさはない、あのね、なんていうのかな、一番嬉しかったっていうのはその出来事っていうか、あの私のちょっと得意な料理があって、はい、私が得意な料理があるんだけど、お料理とそう、ちょっともしかしてちょっと今言うタイミングなのかどうかわからないんだけど、それはね、来週じゃない、来週がいいよ、来週がいいよ、だ来週がいい、でもまあちょっと軽く言うと、まあ、言うと、クロマニョンっていう私の得意な料理があるんだけど、クロマニョンっていう私しか使って、まあ、僕らのクロマニョンっていうとどうしたってバンドなんですけどね、うん、私は違う、そうじゃなくて私の、はい、そのクロマニョン人が食べてたであろうクロマニョン料理っていう、はい、あの料理があるの、私が作った、大丈夫大丈夫、聞くよ、うん、じゃそれで、うん、このいろんな硬さがあって、硬さがあって、はい、そのよくあの、うん、なんていうの、あの辛いからしじゃなくて、なんかあの辛い度合いで赤いやつがさ書いてある、辛そう、それと一緒で、はい、1クロマニョン、2クロマニョン、3クロマニョン、4クロマニョン、5クロマニョンってあって、6クロマニョンまではあると、5クロマニョンまである、クロマニョン、そう、それでお前よく言えたな今、5クロマニョン、5クロマニョン、すごいすごい、2回言うと言えなくなっちゃう、3クロマニョンが私一番おすすめなんだけど、はい、そのクロマニョンもあのそのこういう進化のこの腰が曲がって伸びてくっていう、いわゆるエンジンから原人、そのなピテカントロプスまで行くような、立ってる時には、はい、あの一ちょっと結構固めで、こう抱えてる時には、うん、あのちょっとスープっぽい感じっていうゆるさがあるんだけど、そのマニオンの基準は、うんうん、硬い柔らかいの基準を示してる、そう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 、そうお前主導先言おうぜ、な言ってるよ言ってない言ってない言ってない、大丈夫でもね、まあ、大丈夫大丈夫、イメージとしては、うんうん、ホットケーキになった状態が人間で、焼く前の液体の状態がこの前屈状態ってことですか、ちょっと違うね、ちょっと違うそうだねこれはね、それなんだけど、うん、はい、それをサンクロマニョンが、サンクロマニョンを澤部、はい、さんと今田さんに、はい、あのゲストで、はい、芸人さんのね、うんうん、いらっしゃった、そうそう、今田耕司さんと澤部さんと、うん、あのにハライチの澤部さんに、うん、あのうちにロケに来てくださった時出したん、はい、そうしたら、うん、今田さんが、うん、今まで、バナナマンの日村さんとかにも出したことあるんだけど、クソまずいって言われてたのを、はいはいはい、美味しい美味しいって言ってすごい食べてくれて、それでどうしよう、また黒マヨを食べたくなってしまったらどうしたらいいって言われたんで、それ求愛ですよ、求愛、そう、うちにだから結婚できないんですよ、うちが遊びに来てくださいって言ったんだけど、それがすごい嬉しかった、あの黒マニョンを完食されてって、そう、すごい、だからそれがすごい嬉しかったです、完食しがたいものなんですね、黒マニオンっていうかどういうものかっていうのが分からないんで、すごい本質的なものがぼやーっとしながら進んでるこの状態はね、しょっぱいです、しょっぱい、しょっぱい、え、しょっぱいよ、だってあれだもん、うん、だから小麦粉で作ってるから、小麦粉ちゃんと言って、小麦粉で作るんだ、そう、黒マニオン、うん、だから それは関西系のもの、え、
だから私が作ったんだよ。あ、すいません。醤油味とか味噌味とか。え、味噌味。あ、じゃあ醤油味。ほら今まで口が味噌味口が勝手に今喋っちゃった。醤油って言いなかったのに味噌って。じゃあですね、そのクロマニオンの謎は次回、ね、しっかりとどういうものかをちゃんとね皆さんに伝えなくちゃいけない。そうです。今本当に、まあ、ごめんね、一週間皆さんのことをモヤモヤさせますけど。そうなんです。あの方今、ね、頭抱えてらっしゃるだろうな。なんなんだなんなんだ。今一斉に検索します。あ、でもね、クロマニオン。謎は出てくるかもしれない。じゃあ、調べないでいただきましょうか。いやいや、もう調べていただいて結構ですよ。でも画像は出てくるって言ってるじゃないですか。うん、でもそっから先は結局わかんないんですから。じゃ見てもよくわからないもの。分からないもないよ、まあまあ、クロマニオンの大地だから。意味が分からない。言っているのか。もう二王立ち状態ってことですよ。違います。私もなんとなく想像して来週も変えたいと思う。しっかりとその辺はですね、はい、皆さんにお伝えしたいところでございますけれども、はい、じゃあですね、うん、ここからは、うん、この3人でこんなことをしながらですね盛り上がってまいりたいと思います。佐藤ちゃんお願いします。はい、では参ります。はい、題してご注文はいかが、トーキングメニュー。はい、当店カフェドボイスではちょっぴり変わったメニューをご用意しておりまして、こちらのメニューにはいろんなトークテーマの一覧が書かれております。そのトークテーマからこのテーマでおしゃべりしたいというものをそれぞれが注文していきましょうということです。というわけでね、もう三三人もね、はい、もうすごい喋ってきたわけでございますけれども、はい、ちょっと思考を凝らしてですね、違った方向でちょっとね話を膨らましたいと思いまして、はい、本日のメニュー発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、一人暮らしを始めた時の話、今まで勘違いをしていたこと、休日の過ごし方、おすすめのスポットの話、子供の頃好きだったものの話、毎日欠かさずに続けていること、10年後の自分は好きな歴史上の人物というこういうメニューがございますけれども、よだれ飛んじゃったかな。よだれ、よだれ、あの、うん、ポテトチップの油が油いいよ、大丈夫、ラジオだから分かんないからね。はい、さあというわけでね、これだけのメニューがございますけども、金井ともどれいきましょうか。そうだな、どれ話したい、どれ話したい、いいよ、どれでもいいよ。そうね、うん、あーでもいや、ひ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 やじゃない、ここ、いや、ひやじゃない、あ、うん、ね、はい、一人暮らしを始めた時の話。おお、いいじゃないですか。一人暮らしで、一人暮らし、うん、まあ一人暮らしかな、一人暮らし。でもさ、お前横浜出身なわけだ。そうそう、一人暮らしというか、今のお家に住み始めた時の話とか。はい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 。それはもうじゃあ何、旦那とっとけ前にお前は。先に、そうそう、先に住んでましたけど、まあ、ちょっとでもあまりに広かったんで、うん、まあ、途中は住んでもらったりとかしてましたけど、はい、でも引っ越したら一人暮らし。え、ちょっと待って、もうちょっとちゃんとちゃんとよ、ここ大事だよ。頑張ったんですけどね。今さ、今俺はね、ごめん、全然関係ないと思うんですけど、飛行をついたら一人暮らし。私も人聞こえました。いやいや、北斗神拳みたいな、すごくね、こんなにゆっくり言って噛んでるっていう。ね、噛んでるとかそういうことじゃないですよね。なんか違うものが出てますよ ね、 すよね。いわゆる不明瞭。すごくね、こんなにゆっくり歩いてるのに。さあ、転ぶみたいなのかな。本当だよな。どうすりゃいいんだろうなって感じだよな。大丈夫だよ、大丈夫、お前の生かされるとかあるから。はい、もう一度ゆっくりでいいから、もう一度ちょっと不明瞭、もうちょっと明瞭にして。何の話するの。一人暮らしの話だよ。ああ、そっかそっか。すごい広かったんですよ。広いですよ、結構。結構、じゃあ頑張って、広いマンションを。あ、広いっていうか、それは、うん、家がいっぱいあるんですよ。お家が、お家が。それはね、広いじゃなくて、大きい。あ、大きい。大きいだよね。言葉間違えるんですよ。普通、広いって言ったら、お前の住んでる部屋が広いのかなと思うからな。そうだよ。海は海広いな。それは持ってこられるとね。海はさ、広いだ、大きいだって両方。そうだね。でも、お前が言ってるのは建物だからな。わかったわかった。そしたら。なんでそんな嫌そうにやがってって言わなくちゃいけないんだ、俺がよ、お前。なんで、なんで、なんで。はいはい。大きい。俺も聞くよ、ちゃんと。どっちだっけ、大きいだっけ、どっち、大きい、大きい、大きい。大きい、大きい、大きいから。いわゆる大規模マンションに住んでる。そうそう、それね、だからね、いっぱいあるわけ、お家が。あ、そういうタイプのやつだ。そうだから、うんうんうん、だからそのさ、みんなさ、同じ、うん、同じドアなの。共有玄関。それはそうじゃねえかな。あれともマンションほぼ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 みんな一緒やな。ドアのデザインが一緒ってことですか。そう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 。だからわからないじゃん。へえ。わかりづらいじゃん。なんかさっきも言ったけど、
あのさ、ホテルとかどうするんですか、ビジネスホテル。大変なの本当に。すごいだから覚えるのが大変。だから毎日大変だねお前ね。だからちょうど駐車場とかも、うん、あるんだけど、うん、全部同じ形してるわけよ。あ、だから駐車場も。だからうん、まあお前の基準から言うと、まあその通りだわ。駐車場で迷子になって車出せなくて迎えに行けないとか、もうそんなのがしょっちゅう。え、お前ちょっと待って、てかお前車乗れてるんだ。そう、私車乗るんだ。え、乗るの。適正検査大丈夫だったんですか。適正検査っていうか、でも正直、うん、これ言っていいのかな。何、あのね、標識ドキドキする。でも正直標識大丈夫大丈夫、うちの妻も全く同じこと言ってるから。太田くん、絶対運転させない方がいいと思うよ。しちゃいけない、危ないよね、うん、本当にね。あとね、たまにだからさ、うん、こうさ、右に行くか、うん、なんかもう奥行くかっていう、よくわかんない。二段左折みたいな。あるじゃん。そうそう、そうすると。二段左折っていうか、いや、うん、道路が右にもあるし、うん、もう一個奥にもある時あるじゃん。なんか、それで高速の入り口とか。右に行って、うん、右に行くとなんかどうやら車が反対方向から来るからぶつかっちゃいそうなのよ。はい、だから、うん、奥に行かなきゃいけないっぽいんだけど、ドキドキするから、向こうから来た車に、うん、あっちですか、あっちですかって聞くんだけど。車の方が、例えばね、高速道路が上に走ってて、うん、こっちが手前は一方通行で来る方で、もう一つは奥で僕らが進入できるところっていうところで、でもそこがね結構2車線ずつだったりするから分かんなくなるんだよ。俺なんでこんなに分かってて説明してあげられるんだろう。俺すげえな。でも私がもし対向車線で、うん、こっちですかこっちですかって聞かれても、へーってなります。パニックになります。パニックです。マジです。マジです。あとね、あれだよ、道とか、うん、よく見逃しちゃうの。なんだっけ、標識、標識じゃないや、なんだっけ、こっち行くと何ですとかいうやつ。まあまあ一つの標識で、例えば所沢方面何キロとか、右は浦和ですよとか。そうですね、見逃しちゃったって思って後ろ向けてもない。後ろ向けないな、危ないから。向こうだ。だから、でもさ、通り過ぎちゃった時向こう癖ない。まあ確かにあるでしょ、まあ、何もないとか思って。だから反対側にもつけてほしいって。反対側にはつけないよ。見逃しちゃった人用にもう一回つけてほしい。しばらく行ったらまたありますからね。それができたら優しいな。その後ろに優しいわ。もう一回見せてほしいなって思う。ちょっと待って、はい、俺が聞いてるのは、何でしたっけ、一人暮らしを始めた時の話だな。お前の運転技術の未熟さの話ではないっていう。でもとにかく、ね、だから大変。だからよくね、よそのお家とかに入っちゃったりとかすごいよくする。いやー、なんだ、だからその手段としては、うん、お前の家のドアに、うん、もう明らかに私のお家ですっていう印をつけるんだよ。だから引っ越してきたばっかの時ってそういうのやってないじゃん、まだ準備とかいろいろできてないから。だから余計分かんなくて。ダメダメ、まあお前はもうそういう人間だと思う、分かってて、うんうんうん、もう引っ越した瞬間にベタッあるんですよ。あ、だからね、そのね、違いがいまいち分かんなくて、うん、なんかなんか考え事とかしたりとかしたりするともう本当開けちゃったりとか。だから車も迎えに来てくれるって言って迎えに来てもらって、白い車っていう、白い車だったから白い車と思って乗ったの。そしたら違いますけど、だから、さ、確認しようよ。だから確認すりゃいいだけじゃん。そうですね、そこでこう、ね、違いますって言われて、あっと思って。そうだよね、違いますって言われて、びっくりするよね、うん、でもその人優しい人だからいいけど、そのまま連れてかれたら怖いね。お前は本当に、みんなさ、だからさ、うん、どうしているのかなと思って、ああいうマンションとか、駐車場とか、だって止めた駐車場とかもいつもよく分かんなくなっちゃうよ。広くなってると。まあ確かにそれはある。分かんなくないでしょ。それは確かにある。どうやってんですかみんな。それはまあだからさ、必ずさ、その目印として、例えば IKEA とか行くじゃん。うん、そうするとさ、A の7とかさ、うん、B の1とかっていうね、うん、そう数字があるわけですよ。うんうん、F の1とか。まずそれをちゃんと確認して、すぐメモる。でもその B がどこにあるのかとか分かるんですか。それは後で戻ってきた時に、うん、ね、ちゃんと、はい、B、その看板が出てるから、うん、ね、あ、じゃあぐる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 回っちゃうところもある。そのぐる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 回っちゃうやつあるじゃん。何を言ってんの、俺の話聞いてる今。聞いてる。あのさ、銀行、銀行が、あ、リターの話、うん、それはだから回数を考えるんですよ。だから羽田空港でもあるじゃないですか。P1、P2、P3、P4 ってあってさ、で、6階建てぐらいのとこあるじゃないですか。うんうん、それはもうだから、あ、なんでこんなこと話してるんだよ。基本中の基本じゃん、これ。俺なんでこんな一生懸命話してるんだ、こんなことを。ねえ、誰か助けて。左から右とかそういうやつ。右から左で。全部可能性があるから、全部そうだとも言えるんだよね、これね。
みんなそうやって生き延びてるわけ。そうだよ、そうやって必死だよ。人生大変。カセットも。え、どうなんですか、みんな一人暮らしした時大丈夫だったんですか。大丈夫だよ。え、大丈夫だったの、うん、これね、もうこの先ね、多分堂々巡りだから。次の話行こう。じゃあ次はね、サーゴちゃん選んでいいですよ、うん、私ですか、はい、うん、何がいいかな、何がいいかな。私あの、はい、個人的に、ね、あの金田さんに聞きたい、うん、っていう意味で、うんうん、おすすめのスポットってどこですか。いいね、金友の。なんか生態が全然わからない。生態わかんないね。金友のパーソナルだよ、日常的な。すごい知りたい。パーソナルってどういうこと。お前最高学費行った女だよな。最高学院。お前の普段の日常の、ね、うん、金田智子さんっていう人間をこう知りたい、うんうん、それをきっかけになるかなと思ったわけです。そのおすすめのスポットで。あ、分かってくれた。何、あ、きっかけになったところ。それね、違う、もうどうでもいい。声忘れてくれ。分かってくれ。忘れてくれ。そうなんだ。お前の最近のお気に入りのスポットを教えて。俺が家の中でスポットとか言いそうなんだ。お気に入り。あ、お気に入り分かる。あのね、あのね、あの、私の神社とかすごい好きで。神社仏閣巡り。あ、一緒じゃん。神社すごい好きなの。神社。いいじゃないですか。でね、あの、結構お参りとかすごい好きなの。あ、いいじゃない。お参りすごい好きなの。それで、だけど、ほら、私、こう、何言ってんのか、よく、小野坂さんとかとね、一緒に喋ってた時に、小野坂さんにこう、一生懸命喋ってて、うん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 、そっかそっか、うん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 、お前の言ってることは何したとかねって言われたことがあったの。さっきの私だな。そうだな。そう、それで、なんかだから、あ、わからないことあんじゃないと思って、うんうんって言ってても。だから、って思ったから、だから、あの、その、神社に行った時に、例えば健康でいられますよとか、そういうお願い事をした時にも、いや、ちょっと待って、今の神様理解してないんじゃないかと思って、もう一度一応今復唱させていただきますって、何回も一応これで分かったかなって思って、さすがに分かったかなっていう時まで言うとすると、すごい列ができてる後ろに。まあそうやな、だからびっくりするよ。まあまあ後ろに並んでる人方もイライラするでしょうね。この子はなん、どんだけのお前お願いをしてるんだろうみたいな。お願いもすごい、こうしてるわけじゃなくて、何回も言ってるだけなんです。復唱してんだよな、心の中で。途中で、あとね、よく自分で言ってて分かんなくなることも多いから、あ、ちょっと今のないし、もう一回最初から言いますって言って、付き合う神様も大変だよな。手を置いて何度神様が言ってるかって。だからいつもそれで長いから、その旦那さんとかに、いや、私こうやって神様に理解できたかなって言うと、神様はすごいちゃんとしてるし、頭いいから大丈夫だと思うよって言われるっていう。優しいの言葉もすごいな。神様はちゃんとしてるし、頭いいから大丈夫だと思うよって。彼が君に寄ってくれてるのか、君と彼は似た者同士なのかってところが今非常にこう気になるところではあるんだけど。ちょっと旦那様に対してこう、興味が湧いてきましたね。湧くね。すごい言ってくれる。神様優しいし、頭いいからって。お前ね、神様に対して失礼だろ。頭いいとか言うレベルじゃねえだろ、お前。いや、でも、神様めちゃめちゃ頭一緒だって。どう考えても。そうだよ。そうよ。頭いいとかもうそういうものも全部超越してる存在だと思うの、俺も。ね。そうね、まあ、でもそうそう、でもだからそうやって言ってもらってっていう、うん、そうだから、でもすごい好きなの、こういう神社。そんな長男の列とかできちゃうかもしんないけど、うん、でもすごい好き。そのなんやろな、うん、そのおすすめスポットの中身はいいんだけど、うん、できれば具体的なおすすめの神社の名前とか教えてほしいんだよね。でもね、あれですね、はい、最近好きなのは、はい、そのなんかパワースポットみたいに言われているところを、マラソンもやってるから、走ったりする、一緒に旦那さんも走るんで、うん、走ったりするのがすごい好きですね、うん、そうすると気持ちいいの、うん、そこだけでよかった。だから、はいはいはい、俺これもう3度目なんだけど、3度目の質問な。本当に何回まで許してくれるの。3度目だよ。次からはエンマ大王に変わる瞬間があるんだわ。角出るぞ。まだ大丈夫。バーン出て牙ボーン出るぞお前。大丈夫です。具体的にどこかなっていうのを行ったのは、うん、長野にある諏訪神社、湖、あ、諏訪湖だ。あ、そこ行った、行ってすごい気持ちよかった。諏訪神社はね、有名ですね。4つありますから。
あ、そうなの？そう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 。神社さんにはちょっと行ったか、ちょっとその時は分かる。ちょっと待って、今俺たちが言ってたのはお前のそれで神社とか、私神社って言ったよな。神社もそれで神社の話の中で今ずっと来て、で長野のね湖って言ったら有名ですか、諏訪湖のね、諏訪神社ってのはものすごく有名。そうなの、はい、春宮、秋宮とかね、全部4つあるんですよ。そう、ね、本宮と別宮と。その時走りに行っちゃったから、走ったのがすごい印象的、はい、ちょっとこれもう4回目でねすでに角が出てる状態ですねでも頑張るよ俺、今日すごく頑張ってる。それはなぜかというと、お前が同じ事務所の先輩だから、先輩だから。気が長いですね。でも、あ、でもすごく長い、分かった、うん、でも結構あれですよ、あのすげえ具体的言えよ。ね、お地蔵様がすごい好きだから、あとお地蔵様が、はいはいはい、先行かないで、先行かないで、今神社で止めて、神社で止めて、せめて好きな神社言って、場所、神社、ちょっと待って、神社と、うん、寺院と、よくわかる。あのね、寺社仏閣、寺院っていうのはどの寺院なのかな、お寺さんのこと。あ、でもとにかくお参りするのが好きだから、あのすごいここが好きとかじゃなくて、あのなんか道にある、あのそのあのお地蔵さんとかも手を必ず、だから必ず合わせてしまう。あ、そうか、お前信心があるんだね。そういうことです。そういうことだよね。だからちょっとあるところに行くと、うん、なんか恥ずかしいじゃん、だから恥ずかしいでしょ、なんかそこでさ、あのちょっといきなり止まったら、だからその時には、そんなことないよ、本当尊いよ、その時にはあのお地蔵様に、うん、ありがとうございますって挨拶してから行くとか、うん、そういうことだから、そういうことです、うん、あれですね、好きな食べ物なんですかって聞かれて、うん、パスタって答えるようなもんですよね。そうだな、うん、パスタっていうことも言ってくれない、パスタが全部好きだ、パスタ全部好きってことです。でもそん中でもお前行くとこあんだろう、印象とかあんだろう。いやでも本とかに書いてあるところだよね、やっぱしね。せめてその本に書いてあってどこ行ったかぐらい言えよ。え、だからす、すごく同じところいろいろじゃないですか。東京、あ、でもやっぱ地元がやっぱり行き場行ってるかもしれない。地元ってあの横浜、横浜、横浜だったら有名なところあるじゃん、桜木町の上の方にさ、東何神宮だっけな、 あそこがあるんですよ。僕も行ったことない。横浜行かないんだよ。どっちなんだよ、お前行くっつったじゃねえかよ。私に触れる、お前俺をどれだけ惑わせるんだよお前。いや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 、でもね、あ、でも内神様はよく行きます、内神様、うん、どこ内神様、ね、なんだっけな、うん、名前をちょっと忘れちゃったんだけど、すごく聞きたいな。それだけでもう尺4分使ってるのよ。すげー、ね、うん、難しい名前なの、難しい名前ですか、聞こ、頑張ろうぜ、探ろうぜ、本当なんだっけな、ね、漢字最初何、漢字、山、川、海、ね、うん、そんなね簡単な名前じゃなかったんです。東京ですか、横じゃない、まずそっから行こうぜ、横浜、横浜、うん、横浜の、の、どうしよう、全然知らないんですよね、横浜ね。俺一つだけ有名ないい神社があるんですよ。あ、そこをおっしゃってみれば、そう、名前がねちょっと忘れてしまったんですけど、桜木町かね、館内のあたりかな、そう、伊勢山神宮、伊勢の名前が伊勢山神宮、伊勢山神宮だな、すっごい素敵、そこ、あ、ほんと、じゃあ今度行ってみる、違う、俺ねそういうことじゃなかったんで、お前が言ってるところがどこかなっていうところが、それがね、結局なんだっけ、なんでもうやめようか、この話、ちなみに、じゃあ最後に岩田さんがおすすめのところ教えて、うん、そしたら私行くから、本当東京がいい、俺最近京都とか奈良とか大好きだな、京都行くときある、お前京都好きですよ、本当京都好き。なんだ、じゃあなんでもっと早い、じゃあ来週ちょっと京都話しようか、じゃねえよ。ああじゃねえよ。なんだそのひらめきは。面白いよ。そのひらめきすごく面白いよ。俺ちょっと体がちょっとビクッとした。俺あんまり人をビクッとさせることあっても、自分がちょっとビクッとしたよ今。威嚇されてますよ完全に。ね。まあ、そうなんですよ、行きたいです、教えてほしいです、まあ、でもね、東京だったらやっぱり明治神宮はいいね、あー明治神宮、あー行く行く、初めて、あー行く行く、それいいですよ、それ言えばよかったね、そういうことだよ、そういうことか、なんでそこに行き着くまでに、分かった、行く行く、もう6分使ってんじゃん、あ、分かった、そう、行く行く、明治神宮様行く、明治神宮様は、うん、あのね、代々木公園が近くにあるから、そうそうそう、走れるのよ、
だから涼しいでしょう。そういうことが分かったよ、こりゃ。よかった。そうやって言ってみてよ、ようやくでした。ちょっと俺涙目だよ。なんか達成感ある今日。ちょっと待って、あのさ、ここのどこはさ、あのちょっとキュッてやってもらえるとね、ありがたい。お前だよ、お前に言ってんだよ。さあ、というわけでね、お話ししてまいりましたけども、なんてあっという間に時間、お別れの時間でございます。もう55分なの。早いね。本当はね、あのなんや、あのゲストコーナー34分に上げるの。あ、そうなの。いいんだよ別にね。さあ、というわけでですね、じゃあ最後にお知らせがあれば、神谷智子さん、はい、よろしくお願いします。クーガ放送をちょグーグーガモみたいになっちゃった。それやってると今度シャルクーでどんどん進めてください。クーガ放送さんの超 A&G プラスで、はい、AG オンにて、はい、金田智子安室のおごとでエアラジオ配信中と、はい、あと、はい、毎週月曜20時から、はい、くっちゆうぞうさんの今夜はうまいぞうをやるのアシスタントやらせていただいているのと、はい、各週火曜日の、はい、まあ大体登場は5時20分ぐらいなんですけども、はい、よ、トベサルバドール、ヨベサブサバドール、あ、違う違う違う、間違えました。番組ちゃんとやろうぜ。いやいや、トベ、吉田テレビさんって言おうとしてヨベって言っちゃったのよ。いやいやいや、もうヨベでいいよ、ヨベで。トベサルバドールっていう、はい、あのラジオの小猿のコーナーで出させていただいているのと、はい、あと、まあ、ブログはあのちょっとなんか告知とか、うん、よかったらチェックしてほしいかなっていうのと、はい、あと今あの声優さんの、 あのスマートフォン向けゲームで、魔法少女かっこ仮に奇獣院菊千代ちゃん役で出させていただいているので、はい、こちらもいろいろメッカで見てくださるとありがたいです。はい、というわけでですね、さてさてね、金田智子さんをお送りし、はい、迎えてお送りしてきましたが、はい、ね、まだまだ金田さんにはね、話したいこと、聞きたいこといっぱいあるんで、うん、次回も来てください、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、というわけで本日のお客様、金田智子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。みつおとさわこのミルクとお砂糖は、さあ、というわけでですね、お送りしてまいりました、みつおとさわこのミルクとお砂糖は、なんとあっという間にエンディングの時間でございます。番組では引き続きお便りを募集しておりますよ。はい、アドレスは hatao101@ekoi.jp です。はい、どしどしお寄せください。はい、またツイッターのハッシュタグはシャープはたお101、ぜひこちらをつけて実況してみてください。いや、面白かったね。いや、もう顔が引きずりました、笑いすぎて。もう口角痛い。面白い。まあ、あれだけ個性的なね、人もなかなかいないとは思うんですけれども、はい、まあでもね、佐和子ちゃん、若いあなたに言いますけれども、はい、あれはまあ極端な例ですけれども、はい、あれだけの個性っていうのは大事だと思いますよ。ちょっと待ってください。お財布なんか見てました。なあ、お前さ、ちょっと今な、金とも、今俺結構いいこと言ってたんだよ。何金勘定してんだ、お前。バカ野郎、お前。頼むよ。さあ、というわけでそろそろ閉店のお時間でございます。みつおとさわこのミルクとお砂糖は、お相手は岩田みつおと畑さわこと、ま、言えよ早く、時間がないんだよ。ありがとうございました。はい、またのお越しをお待ちしております。